はい、次世不動産投資塾。今日はですね、私自身、塾長がね、買ってよかったものっていうことをね、ちょっとお話ししていきたいなと思います。それぞれね、ここに並べてるもの、買ったもの、それプラスアルファね、いくつかあるんですけど、僕自身ね、普段あまり買い物をしないタイプなんですけど、その中でね、特別良かったなと思うものをね、パート1でちょっと紹介していきたいなと思います。まずね、良かったもの1位、 iPhone11 ですね。今このね、動画撮ってるのもね、 iPhone で今ね、撮ってます。 iPhone11 で、前使ってたのはね、 iPhone8 プラスだったかな。で、それに遡ってずっと iPhone を使い続けてるんですけど、 iPhone11 はね、買って良かったなと思いました。まずね、カメラがね、すごく良くなってます。私ね、今 iPhone で撮ってるんですけど、普段はね、一眼レフで撮ってます。それはね、一眼レフの方はね、背景をもっとぼかしたりとか、拙者でね、物を撮ったりするのはすごくやっぱりくっきりはっきり、この輪郭も出て、すごくいいんですけど、こうやって部屋でね、撮る分にはね、やっぱり iPhone 結構便利です。でね、僕はこの iPhone で撮った動画をね、要はクラウドでデータを上げて、で、クラウドで上がったデータをダウンロードしてね、そのデータを YouTube に配信しているような感じでやってますのでね、すごく撮った動画がね、その日のうちにアップされますのでね、このメモリーカードで写し替えたりっていう作業が必要ないのでね、すごく iPhone 役立ってます。動画撮影からね、電話もそうですけど、いろいろ調べ物したりとか、ナビで使ったりとかね、もう手放すことできませんね。で、 iPhone11 とね、 iPhone11 Pro っていうのがあるんですけど、僕買った時 iPhone11 いくらだったかな、多分8万円ぐらいだったと思います。今ね、また値段がね、その時々によって値段が上下します。上下が上がることはないですけど、下がったりしますので、フラグシップモデルで11、その上級モデルでプロとかってあるんですけど、プロ使わせてもらったんですけど、11とほとんど変わりません。もっともっと性能はどんどん良くなってくると思うんですけど、その分値段が高くなり、コスパが上がってきますのでね、プロよりも11ぐらいの使ってね、使うのが一番コスパがいいんじゃないかなというふうにね、個人的には思います。カメラがすごくいいですよね、使いやすい。その次、自動掃除機ですね。自動掃除機ね、僕よく買ってます。よく買ってますっていうのが、もう買ってね、3代目かな。ここを入れて4代目です。でね、自動掃除機なぜ買うのかと言いますとね、もう読んで字のごとく自動で掃除してくれるからなんですよね。家でね、1台買って、で、もう要は使い潰して、で、2台、今動いてるのが2台目かな。で、事務所ここに1台と、神戸の事務所に1台置いてるんですけど、本当ね、帰るときにピッと設定さえすればね、自動で掃除して、いつでも綺麗な状態。それはね、100% 完璧に角の方まで掃除できてるのかって言ったら、そんなことないですけど、80点、90点ぐらいの状態でね、掃除してくれますので、すごくね、助かってます。でね、あとはそのゴミを掃除するだけ。でね、これもね、いろいろメーカーが自動掃除機出してまして、一番有名なところだったらルンバかな。ルンバっていうのがあると思うんですけど、ルンバだとね、5万円ぐらいするのかな。ものによっては5万、6万、10万っていろいろあるんですけど、僕買ってるのはね、中国メーカーの Amazon で売ってる評判が一番いいやつを使ってます。これをね、複数台持ってるんですけど、1年半か2年ぐらいで壊れちゃいますけど、それでもね、その分1万、安い時だと1万5000円ぐらいかな、ぐらいで買えるんですけど、すごく役に立ちますのでね、自動掃除機まだ使ったことないよという人ね、ぜひね、おすすめです。次、3番目、乾燥機付き洗濯機。これもね、すごく役に立っています。最初ね、乾燥機付き洗濯機なんて贅沢かなと思ったんですけど、うちね、オール電化なんですよね。オール電化で深夜電力帯を使いますとね、極端な話、お風呂入るときに洗濯機に掘り込んで、で、時間タイマーセットでね、深夜電力帯を使って、朝になったらほとんど出来上がってると。ものによってね、例えばジャケットとかこうシワになりやすい分とかっていうのは、洗うだけ洗って、そこで取り出して、で、こういうね、シワになっても構わない肌着とか下着とかっていうのは、そのまま掘り込んでね、朝になったら乾いてるということで。妻がね、その都度こうハンガーにかけて干してたっていう手間がね、省けましたので、時間で言いますとね、1日あたり20分から30分ぐらい、20分ぐらいかな、20分ぐらいの時短になってると思います。
掃除機に限ってもね、毎日掃除してたわけじゃないんですけど、それでもね、1日あたり10分ぐらいの時短にはなってるのかなと。10分ね。で、まあ30分ぐらいかな。で、これ見て何か気づきませんか？僕ね、自分の時間とかね、家族の時間を節約するための分っていうのはね、結構ね、投資してるんですよ。これもね、投資感覚の一つなんですね。いわばこの iPhone なんかもね、まあ、性能の低いスマートフォンで撮ると、まあ、こういったね、講義系の YouTube っていうのはあんまり画質っていうとか音声っていうのは関係ないと思うんですけど、使いやすさとか、ヌルヌルサクサク動いたりとか、外で検索で引っかかったりしないとかね、そういった部分でっていうのは、やっぱりある程度最新の分で、これでどれぐらい得してるかな、1日あたり1時間ぐらい得してるんじゃないかなっていうような感覚ですね。古いスマートフォン使うよりも、まあ、性能的な部分ですね。こういった時間を短縮するためのものっていうものに対してね、買うっていうのは一つの投資感覚として僕は買ってますので、ぜひね、皆様もね、そういう考え方にすれば、自分の時間っていうのがよりね、有意義に使うことができますし、今こうやってね、まあ、仕事といいますか、まあ、仕事してる間でも家自動掃除機動いてますよ。まあそういった形できれいにしてくれてますので、まあ、そういった使い方っていうのはすごく効率いいんじゃないかなというふうに思います。次行きましょうかね。あとサブスクリプション、サブスクっていうね、いわゆる月額課金制でずっと回っていくやつ、これもねすごく愛用しています。で、僕使ってるのはですね、今これ見てもらってる YouTube プライムってやつですね。 YouTube、 YouTube ね、まあ、ほとんどの方はね、無料で見てると思うんですけど、僕はね、月額何だったかな、1800円だったかな、1900円だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、お金を払ってね、広告をすべて削除してね、載せてます、見てます。で、1日 YouTube 見る時間は1時間ぐらい見てますので、通常だったら、まあ、CM 広告ね、その動画と動画の間にずっと入ってきていくと思うんですけど、そういうのを見なくていいためにお金を払ってると。あと Amazon プライムですね。これは年額4000円ぐらいだったと思うんですけど、まあこれもね、入ってます。まあ Amazon で買うもの多いですし、まあ、仕事柄ね、ちょっとしたマニアックな修理用パーツだったりね、こういったリフォーム費用のリフォーム のアイテムだったりとかっていうのが送料無料で届きますのでね、 Amazon プライム入っておいて損はないんじゃないかなと思います。あとポケット Wi-Fi ですね。僕は移動中にね、ずっと YouTube を見たりとか、あと自分の勉強になるようなことっていうのを常に流しっぱなしで使ってます。ですから 1ヶ月、ね、100ギガぐらい軽く使います。外でもね、ガンガン使えるようにポケット Wi-Fi っていうのはね、手放すことができません。これもね、まあサブスクの一つかなと。あと、まあ携帯電話なんかもそうなんですけど、 NHK オンラインっていうのも入ってます。 NHK で基本好きじゃないんです。まあリアルタイムで見るのが好きじゃないということで、昔の番組のね、品質としたらすごく高いんじゃないかなと思います。昔っていうのは、まあ、1990年代とかね、2000年代初頭ぐらいのね、特に歴史系のね、あとドラマもそうなんですけど、もうお金のかけ方が全然違いますね、民放とね。キャストも素晴らしいですし、まあ、そういった意味でね、品質の高いものを見たい。で、うちの子供もね、歴史にぜひ興味持ってもらいたいということでね、NHK オンデマンド、1ヶ月1000円ぐらいだったと思いますけど、これは入ってます。でね、今見てるのが、大河ドラマであったりとか、あとその時歴史は動いたとか、歴史、なんとかヒストリアとかいうね、歴史系のものをね、基本見させてます。まあ見ると見ないとではね、全然日本のね、まあ、将来社会を学ぶ時になってね、過去のことをこう、まあ、見て、今現在自分がやってる立ち位置が正しいのかどうかっていう目線をね、ちょっと見てもらいたいなという意味合いでですね、見てもらってます。あとビジネスオンデマンドですね。テレビ東京系列のワールドビジネスサテライトやったりとかね、モーニングサテライト、まあ、経済系のやつね、この辺もね、入ってますね、うん。で、これ見てもらったらね、次、サブスクの部分なんですけど、分かっていただけると思うんですけど、これもね、全部時短なんですよ。YouTube プライムっていうのはね、要は CM を見る時間をカットする。自分が欲しくもないね、僕の動画、CM 今は入れてませんけど、
他の方の動画でしたら CM が入ってきていると思います。 CM を見る時間というのは自分の時間ではないというふうに考えてますので、ね、この部分はお金を払って自分の時短に つなげています。 Amazon プライムもそうですね。スーパーとかねホームセンターに買いに行く時間というのはやっぱりどうしても無駄ですのでね、大体同じ品質値段というのは Amazon が安いことが多いでポチってでそこで買ってで送ってもらうというスタイルをとってますね。ポケットWi-Fiもそうですね。本を読む時間っていうのはすごく重要なんですけど、本を読むなかなか読めない。で、本質をなかなかね、本を読む時間がちょっとないので、やっぱり YouTube なんかで、ね、どん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 見て、今動画で学ぶ時代かなとも思いますのでね、そういった部分で、ガン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 ね、ネット使いますのでね、こういった部分は必ず必要かなと。NHK オンデマンドもそうですね。過去のね、名作を引っ張ってくると。今のね、民放の放送がね、良くないというわけじゃないんですけど、品質が低いですね。キャストも貧弱ですし、内容もね、薄いものが多い。で、あと CM がものすごく多いのでね、まあ、こういった部分でカットしてますね。ビジネスオンデマンドはね、僕は天下国家を揺るがすね、ビジネスの問題とか、あと日本の社会情勢っていうのはすごく興味があるんですけど、一般芸能人の話とかね、まあ誰だか吹いた晴れたとか不倫したとかそういうつまらないニュースっていうのは一切必要ないと思ってますので、そういった意味でねスパッと割り切ってますのでね、すごく活用しています。で、僕自身のね、買ってよかったもの、使ってよかったものっていうものを紹介させてもらいました。もしね参考になりましたら幸いです。以上です。ありがとうございました。